お酒を飲みながらエイペックスやるのって何か意味あるんですか？お酒をやりながらやるエイペックス。まあ楽しいですよね。お酒飲んでるんで。エイペックスはゲームの中でも、ゲームとか他のゲームより高い精度が求められるので、はい、お酒を飲みながらやるメリットより、デメリットの方が大きいと思うんですよね。まあお酒を飲むことによって、確かにこう、エイムとかの精度は落ちると思うんですけど、まあ、結果的にね、それで負けちゃったとしても、まあ、お酒を飲む、ワイワイやるっていう意味では、まあ、そういう面白さもあるし、そういう楽しみ方があってもいいんじゃないかなと思って。負けて面白いんですか？相関絵で答えてください。はい。嘘つくのやめてもらっていいですかね。負けてて面白いはずがないですよね。いや、まあ、負けて面白くはないですけど、いや、負けて面白くはないですけど、どうぞどうぞ。そのなんかこう、本気でこう真面目にやるよりは、お酒飲んでワイワイやった方が楽しいっていう話です。でも負けるより勝った方が面白いですよね。だったら勝つために必要なことを優先してやるべきだと思うんですけど、横 B さんは勝率をされたいからお酒飲んでやるってことでいいですか？いや、勝率を下げたくてやってるわけじゃなくて、ガチガチでやれば、まあそれなりにやっぱりこう、怒ったりしちゃう時もあるけど、お酒を飲むとそれがないっていう。はい。テックスをやるときにお酒を飲んだ方がいいかっていうのと、お酒を飲むのが楽しいっていうのは別の話ですよね。話そらさないでもらっていいですか？まあ、勝つためだったらお酒飲まないでやる方が勝てんじゃないですか。だからお酒飲まないでやった方がいいですよねって話です。